おひげを伸ばしたジョニー君ぞーす。というわけでな、今日はな、このひげを伸ばしただけにな、ダンディーに行こう思ってんで、ダンディージョニーやって。なんかパクっとらんや、パクっとらん。今日はな、ちょいな、格好つけ気味に行こうか。で、ひげな、なんかジョニー君のひげ似合うまい言う人はな、コメント欄に書いてって。で、今日な、やるんはな、ちょいな、三少の子供やから、そういうつぶつぶとかな、大群がな、苦手やわ言う人はな、スルーしちゃって。あとトイレやって。トイレに置いとるからな。それ苦手な人はスルーしてほしいんと、一個やろう。あとな、三少のな、子供とかな、そういうのはな、風通しが良くてな。それでな、あと何やろう、日光が入らんとこやね。そういうとこでも置くんがええよ。そうやからそれ2個目やろう。あと3個目やな。卵な、ある程度生まれたらな、もう容器移した方がええよ。卵ってめっさ栄養の塊やから、腐ってまんよ。で、腐ってな、水腐らしてまうから、移してた方がええんと、あと四つ目はな、餌ボウフラあげとる。ボウフラあげとってな。で、ボウフラってな、山椒に似とるんよ。で、どんなにな、餌あげてもな、仲間から食うんよ、山椒ってな。そやからボウフラをな、山椒の仲間やわって間違えてな、食べてほしいわけなんよ。そう思っとる。な。でな、それでまあボウフラあげとるんよ。あともう一個がな、もう一個何やったっけ？え？もう一個な、ちょ、またって、すぐ思い出せんな。わしはな、こう喋っとったらな、思い出す男、ジョニー君だ。あ、曲かっこつける言うたんな。ジョニー君だ。言ったで。今日はな、な、それで行こうか。とりあえずな、それで行こう思ってんで、思い出せやろ。ほな、三章の子供見に。レッツゴー。チーズ。で、まずトイレでつまへんね。トイレでな、まずな、これ服やって、服を窓にこうやってな、伏せ取る。服やるやろ。電気つけようか。服こうやってな。あれって、日光防いどるんとな、ここに置いとる。トイレでな、気温が一番安定しとるんよ。で、これあれやで。ほら、ボウフラ入れても仲間から食うんよ。いっぱいおるやろ。あと、過密やわ。ような、過密言う人おるけど、めっちゃ狭い木でな、産むわけやから、山椒な、めっちゃ狭い池とかでな、産むわけやから、もうこんぐらいで訓練せなあかんのよ。これでもな、いい方やで、水ある方やで、メスな。なあ、ここ見えるんかな。なあ、水位どれぐらいやろ。1.5 センチぐらいなんかな。1.5 センチぐらいに入れとるわ。食っとるな。ボウフラとかな、なんかゾウリムシみたいな、ゾウリムシちゃんのなんか入れといてもな、仲間から食うんよな。不思議やな。なあ、いうわけでな、これが山椒の子供やって、メス生まれと思ったわ。な、ほな、最後まで見てくれてお気に、よかったら、チャンネル登録、高評価、よろしく頼ます。ほな、ウィーン、この子に君とってん、最後な。あったかくして、寝るんやで。チーズ！